タイトル、人を動かす、はじめに、デール・カーネギーの名著人を動かすは、不朽の名著として知られており、その誕生秘話はあまり知られていないかもしれません。著者デール・カーネギーは1888年にアメリカのミズーリ州で生まれ、大学卒業後、俳優を目指すものの挫折し、さまざまな職業を経験しました。そして1912年、転機が訪れ、教師としてのキャリアをスタートさせました。彼は副業として話し方や人間関係に関する講座を開催し、その講座で使用する教材を自ら作成しました。この教材が人を動かすの発端となりました。デール・カーネギーは多くの哲学書、心理学書、伝記などを熟読し、著名な人々とインタビューを行い、教材を継続的に改善していきました。彼は投資の思想を教材を研修を行いました。そして20年以上にわたる研究と教育活動の成果をもとに、人を動かすが1936年に出版されました。この本は、社会が変わっても人と人との関係は不変であることから、今日でも多くの人に影響を与えています。褒められることでやる気を引き出し、共感を得ることで問題や悩みが解決されることは、この時代でも重要です。人を動かすには、デール・カーネギーが20年以上にわたり磨き上げた人間関係の法則が凝縮されており、今日でも多くの読者の心を掴んでいるでしょう。要約本典、人を動かすには、相手に自己重要感を持たせることが重要です。心理学者ジグムント・フロイトは、人の行動は性の衝動と偉くなりたい願望に集約されると述べています。同様にジョン・ギューイ教授は、人間の最も根強い欲求は自分を重要人物と感じたいという欲求であると主張しました。この自己重要感は人間に固有の特性であり、他の動物には存在しないものです。人々はファッションや新しい車を手に入れることでこの欲求を満たそうとします。自己重要感を満たす方法は人それぞれ異なりますが、相手がどのような性格や好みを持っているかを理解することで、相手の欲求を理解できるでしょう。チャールズ・シュワブは、他人の長所を伸ばすには褒めることと励ますことが最も効果的な方法だと述べています。また叱責よりも励ましの言葉が向上心を促進すると指摘しています。自分の欲求を超えて相手の長所や価値を認め称賛することが重要です。仕事場や家庭で相手に対して称賛や励ましの言葉を積極的に伝えることで、相手の自己重要感を高め、より良い関係を築くことができるでしょう。うためには、その人の立場に身を置き、その人が好むものや価値を尊重することが重要です。例えば、子供がタバコを吸わないようにしたい場合、説教するのではなく、その子供が大切にしている目標や興味を尊重しましょう。野球をすることが好きなら、タバコが野球の成績に影響を与えることを説明し、 100M 競争に勝つためには喫煙が妨げになることを示すのです。相手の興味や目標に合わせて、喫煙がその達成を阻害することを理解させることが大切です。また幼児が幼稚園に行きたくない場合も、怒鳴ったり脅したりするのではなく、幼稚園を楽しい場所として捉えさせる工夫が必要です。親が幼稚園で楽しい活動を一緒に実演し、子供に興味を持たせることで自発的に行きたいという気持ちが芽生えることがあります。重要なのは、相手の立場や感情を理解し、その人が何を価値にしているかを考えることです。相手の視点からアプローチすることで、効果的に人を動かすことができます。人に好かれるためには、他人に対して誠実な関心を寄せることが重要です。他人のことを気にかけ、関心を示すことで良い人間関係を築くことができます。例えば、相手の誕生日を覚えることは、相手に対する気配りと関心の表れです。誕生日を聞き出し、手帳に記入し、お祝いの手紙を送ることで、相手は自分が大切に思われていると感じ、好意を抱くでしょう。このような小さな行動が、友情や信頼を築く上で重要な要素です。他にも、相手の話に耳を傾け、興味を持つことも関心を示す方法の一つです。相手が話すことに真剣に向き合い、共感や理解を示すことで、相手は自分を尊重してくれる人と感じ、良い印象を持つでしょう。人に好かれるためには、相手の立場や感情を尊重し、関心を寄せる姿勢を大切にしましょう。これが真の友情や信頼を築く一歩となります。笑顔はコミュニケーションにおいて非常に重要です。
笑顔は相手に対する好意や友好を示し、ポジティブな雰囲気を作り出します。特に笑顔は声を通じても伝わり、相手に幸福な気持ちをもたらします。逆に笑顔がない場合、コミュニケーションが冷たくなり、相手は遠ざかる可能性が高まります。また自分自身の幸福感にも笑顔は大きな影響を与えます。笑顔を意識的に作り出すことで、心の状態がポジティブになり、幸福感を感じやすくなります。笑顔を忘れずに持ち続けることは、日常生活においても重要です。勇気や率直さ、明朗さも大切な要素です。これらの資質を持ち続けることで、自己表現がしやすくなり、他人との関係を良好に保つことができます。正しい精神状態を保つことは、幸福な人生を築くために不可欠な要素です。相手の話に傾聴し、聞き手に回ることは良いコミュニケーションスキルの一環です。実際、相手が話していることに耳を傾け、興味を示すことは相手にとって好印象を与えます。特に、相手が自分の話を楽しんでいると感じると、良い関係を築きやすくなります。このようなアプローチは、相手に興味を持ち、尊重する方法として非常に効果的です。また、心から褒めることも大切です。他人に対する敬意や感謝の気持ちを表すことは、良好な人間関係を築く上で欠かせません。相手を褒めることで、相手が自分を重要な存在と感じ、関係が深まります。このようなポジティブなアプローチは、日常生活や家庭生活で特に重要です。家庭でも相手を褒めることは、パートナーシップを強化し、幸福な関係を築くために有効です。感謝や愛情を言葉で表現することは、愛情と尊重を示す方法として非常に効果的です。日常的なコミュニケーションにおいても、思いやりのある言葉遣いは大切です。議論を避け、相手に気づかれないように巧妙に説得するアプローチは、対話やコミュニケーションにおいて非常に有効です。相手が自分から気づくことを促す方法は、対立を避け、より協力的な関係を築くのに役立ちます。特に、相手に対しておそらく私の間違いでしょう。私はよく間違いますという言葉で始めることは、相手に攻撃的ではなく協力的な姿勢を示す方法です。これにより、相手は防御的な姿勢を取ることなく、自分の意見や立場を柔軟に見直す可能性が高まります。また、議論や対立が生じることなく、相手に新しい視点や情報を提供することも説得力を持つ方法です。相手が自分から考えを改める際に、その過程をサポートし、導くことが大切です。このアプローチを用いて、相手と建設的な対話を通じて意見の調整や合意形成を図ることができます。議論を避け、相手の心を変えるのに効果的な方法です。穏やかで打ち解けた態度は、人間関係を円滑にし、対立や敵対を回避する上で非常に有効です。相手に対して攻撃的ではなく協力的で親切な態度を示すことは、コミュニケーションの質を向上させるだけでなく、相手の協力心を引き出しやすくします。例えば、経営者がストライキを前にして穏やかな態度で従業員を褒め、個々の趣味や興味に配慮する姿勢を示した結果、従業員たちは自発的に工場周りを掃除し、労働争議は円満に解決されました。このような穏やかで親切なアプローチは、対立を緩和し、相手に協力の意思を育む助けになります。北風と太陽の寓話のように、力ずくではなく感謝や親切を通じて相手を説得しようとする姿勢は、信頼関係を築く基盤となります。穏やかなコミュニケーションによって、協力的な関係を構築し、対立を最小限に抑えることができます。イエスと答えられる問題を選ぶというアプローチは、コミュニケーションや説得において非常に有効です。相手が肯定的な反応を示すことで、議論や交渉がスムーズに進行しやすくなります。この方法を使うことで、相手の協力心を引き出し、共感を得ることができます。例えば、セールスの場面で商品を紹介する際、相手にこの商品の利点は感じられますか?と尋ねることで、相手は肯定的な側面に焦点を当てる可能性が高まります。また、夫婦関係や社内の交渉においても、共感を共有することで対立を回避し、協力的な解決策を見つけやすくなります。イエスと答えられる問題を使うことは、効果的なコミュニケーションスキルの一部として活用でき、相手との円滑な関係構築に貢献します。相手に思いつかせるアプローチは、巧妙なコミュニケーション戦略の一つです。人々は自分から思いついたアイデアや解決策により関心を寄せ、
それを実行しやすくなります。セオドア・ルーズベルトの例からもわかるように、相手に暗示を与え結論を自分から導き出させることは非常に効果的な方法です。このアプローチはリーダーシップ、交渉、コンフリクト解決など様々な場面で有用です。相手の協力を得たり意見を共有したりする際に役立ちます。また相手に思いつかせる方法を巧みに活用することで対立を回避し、共通の目標に向かって進むことができます。ルーズベルトのストーリーは、相手に思いつかせる能力がリーダーシップやコミュニケーションにどれだけ影響を与えるかを示す良い例です。演出は情報新聞社の例からもわかるように、正しい情報が十分に伝わらない場合、演出を通じて事実を訴えることが成功につながることがあります。演出を工夫することは、メディア、広告、プレゼンテーションなど様々なコミュニケーションの場面で役立ちます。情報を魅力的にプレゼンテーションし、相手に興味を持ってもらうことができれば、効果的なコミュニケーションを実現するのに役立ちます。演出は情報の放送であり、それを適切に行うことで相手に印象を与えたり、感情的な共感を生み出したりすることができます。ただし、演出は情報の真実性と一致している必要があり、誠実で信頼性のあるコミュニケーションを維持することが大切です。最後に、人を動かすはその時代背景とともに、人々が自信を取り戻し成功を追求しようとした1930年代のアメリカ社会において非常に影響力のある本でした。大恐慌の影響により自己価値や自己信頼が揺らぎ、人々は認められたいという欲求を持っていました。この本は人間関係の築き方や影響力を持つ方法について示唆し、多くの読者に希望と自己啓発の道を示しました。現代でも失われた30年の転換期において、自己啓発や人間関係のスキルは非常に重要です。不透明な未来に直面する中で、人を動かすのような古典的な本を通じて自己啓発やコミュニケーションの基本を学び直すことは、自信を持ち成功に向かって歩む一助となるでしょう。現代の HOW2WINFRINDSANDINFLUENCEPE を示すように、この本は友人を作り他人に影響を与える方法に焦点を当てています。そのため、読者にとっては具体的なアプローチや方法論を学びながら、人間関係やコミュニケーションにおいてより成功する手段を見つけることができるでしょう。